こんにちは、速稼塾の久保です。一体我々は夜外出すればいいんでしょうか、昼外出すればいいんでしょうか、出なければいいんでしょうか。でも外出しないと成り立たない産業、そういった職種もあると思うんですよ。それでなくてもですね、人間ってのは家の中にいると気がめいっちゃいますよ。だって引きこもりとか言って、この前まで結構ね攻撃してましたけども、今日本国民1億人全員が引きこもりを、まあ、奨励してるのもんでしょう。まあ地方ならね、誰もいない大海原大草原に飼って出ることありますけども、都会の方はちょっと悲惨ですよね。だからそういうことも配慮しながら、もちろん感染症に対しては十分なケアをしないといけないと思いますけども、政治のメッセージがね適当すぎてやってられないですよね。これだったらね、西村大臣とか加藤官房長官が言ったことに、もうね言ったからこそ逆らいたくなるみたいな人も出てきますよ。だってああいう人たちの言いなりになるのって尺じゃないですか。もう感情論になってきますよ、これは。だって全然理路整然としてないですからね。ということで今回はね、橋本徹さんとですね、それから加藤官房長官のこのデコボコのね、このね、特に加藤官房長官、もうね、しどろもどろでございます。あの、加藤官房長官ね、法律がこうなってるから仕方がないじゃなくって、今の実情に合わせたような法律解釈をしていくのが政府の仕事、政治の仕事だと思うんですよ。全く役に立ってないですね。ということで、皆さんの怒りを浸透させるために動画の方を持ってきましたんで、ご覧ください。なく、昼の外出も控えてください。昼の外出も控えてください。昼の外出も、昼の外出も、昼の外出も控えてください。これ、加藤さん、特措法の今の仕組みであれば、もうこういうやり方だって言われましたけども、外出自粛要請っていうのは、特措法上、誰がやることになってるんですかね。加藤さんから。基本的に外出自粛要請は、それぞれの地域において対応してください。ただ、われわれとしてもですね、外出自粛要請はお願いをしているということをしておりますけれども、基本的にはそれぞれの措置は、それぞれの都道府県知事においてお願い、具体的には実施していただく。いや、そこがですから、法律に基づいてないんじゃないですか。特措法上のその外出自粛要請は、これ、知事がやるということになって、これ、私権制限になるからといって、緊急事態宣言が出てから外出自粛要請ですよ。ところが政府の方からもメッセージが出る、で僕らは大阪の方でもいろんなメッセージが出る、これ、一体どっちがどうなのかということは、国民全然分かんないんですよ。で吉村さんの知事と政府 のメッセージも、吉村知事のメッセージも、政府からのメッセージも違うものが出てくるんです。ここですよ、国民が大混乱してるのは。だから橋本さんおっしゃって違うってところは何、どういうことさせておられるか。例えばその外出自粛要請、その都道府県間 の往来についてもですね、この政府の方はどうなんですかね、都道府県間の往来っていうものは。いや、都道府県間を含めてですね、外出自粛要請をお願いをしているわけで、あとはそれぞれ地域において、それは人の動きいろいろありますから、それはそれぞれにおいてですね、具体的にそれに負荷をしていただく。いや、それが現実的なんじゃないですか。ランチについてはいいんですか、お昼の外出は。いや、ですから外出要請そのもので特にと申し上げただけであって、基本は外出要請をお願いをしています。でもそこはそれからもう一つあるのは、8時以降の営業時間短縮ということを申し上げたから、中には8時以降だけがポイントで、それ以前はということを言っておられる方もいらっしゃるんで、いや、それはそういうことではないんですと。日中においても飲食に伴う感染リスクというのは必ずありますから、そこはしっかり注意してくださいねと、そういうメッセージを引き続き発信しているつもりでありますけど。それはでも知事の方から出すべきじゃないですかね、地域の実情に応じて。いや、ですからもともと今申し上げたのは感染リスクをベースにしてますから、それはどこの地域においてもですね、その飲食に伴う感染リスクがあります。ただあとそれをどう具体化していくか、どういうメッセージに具体化していくかは、それぞれの地域においてですね、それはいろいろ工夫されて今も実施されているというふうに思いますけれども、やっぱりランチをやっちゃいけないのかどうなのかっていう、たったこれ一つについても国民大混乱です。僕はもう昨日ランチやりましたけどもね、多くの国民は西村大臣の言いぶりからするとランチはダメだというふうに聞こえてますよ。お店の方もそういうふうに聞こえてるんですよ。ところが午後8時以降の時間短縮要請で、ここにしか保証金が入らずに、でお昼はやってもいいですよ、ここは保証の対象じゃないですよと言いながら、ランチもダメだというメッセージが出たら、もう国民大混乱ですよ。この辺り、飲食業の方なんかからも、その午後8時以降はその、まあ、自粛してくれと言われて、じゃあランチを充実させてやっていこうとしている業者なんかが、その、まあ、西村大臣の発言を受けて、やっぱランチもダメなのかと思ってるところ多いと思うんですけれども、この辺りは昼の外食を自粛してこれもですね、西村大臣の発言がどうい こうやり取りの中で出たのかということもあると思います。例えば8時以降と言ってるから、8時以降でなければいいのかということに対しては、先ほど申し上げましたけど、日中含めて自粛の要請をしております、はい、それから同じように飲食のリスクもありますから、やっぱランチにおいても十分注意してほしいということは当然伝えていかなきゃいけないメッセージだというふうに思います。なるほど、うん、今日は菅政権の、まあ、政権ナンバー2の加藤官房長官にお越しいただきましたけれども、橋本さんは、加藤長官の発言どう聞きましたか。加藤さん官房長官ですから当然政府なのでね、今の法律を前提に話をするのはそれも仕方のないところなんですが、実はねこの今の法律の仕組みがその政府のメッセージ、地方のメッセージがバラバラになる、それからお金もですね、保証金が出るのか出ないのか、ものすごい恣意的に感じる。で、基本的にこの政府が物事判断していくのか、地方が判断するのか、これもわからない。GoTo トラベルの時には、一時は政府が進めておきながら、なんか急に地方の声を聞きますよと言って、また年初になったら政府がこうバーンと中止にする、年末に中止にする。
このステージ1、2、3、4についても、指標は政府の分科会が作っておきながら、この最後の総合判断は地方が総合判断をするんだよって言っておきながら、また年収にかけては政府が判断する。まあ、とにかくね、今この日本の仕組みがね、本当に日本の国家運営、これボロボロにしてますよ。僕は加藤さんがこの仕組み上しょうがないっていうことは、まあ、そうなのかもわからないけど、そこを変えるのが政治家の責任です。今のこの日本の仕組みのままでいったらね、尖閣諸島本当に取られちゃいますよ。だから日本の仕組みを立て直す、これが一番重要だと思いますね。次の国会でなんとかいけるところまで行ってほしい。政治家の責任ですよ。あんだけ高い給料もらってるんですから、しっかり国のね、仕組みを作ってくださいよ。橋本さん、やっぱりね、政治家よりコメンテーターの方が向いてますね。言いたいこと言ってくれます。まあ、政治家になると政治家サイドの発言になるんで、まあ、お堅いところとかね、柔軟なところとか入り混じって、うん、まあ、なかなか難しいところだと思いますけども、うん、やっぱりね、国民の代弁者っていうのはこのぐらいスパッと言ってもらいたいですね。特に最後の一言、高い給料もらってんだからちゃんと仕事しろっていうのはまさにこの通りですよね。あの、高い給料取るのがね、悪いと思わないんですよ。ただそれに見合った仕事ができてないと思うんですよ。これだったらね、まあ、町内会長の方がマシじゃないかなと思いますよね。あの、結局身を切る改革ができてないわけですよ。身を切る改革っていうのは自分の身を切るんじゃなくて国民の身を切ってるわけですよね。この昨今の飲食店の倒産状況って本当ひどいですよね。飲食店を始めるときって相当な準備をして腕によりをかけてスタッフを揃えて本当にね、来てくださる皆様のためにっていう形で遊ぼしよぼしでやるわけですよ。それを全部打ち砕いてね、もうやってられっかみたいな感じですよ。これだとね、あの、西村経済担当大臣とか菅総理とか加藤官房長官が何か要請を出すたびにわざと破ってやろうかなっていうふうな気持ちにもなっちゃいますよね。この国の混乱を招いているのは菅総理をはじめ、それから麻生財務大臣もそうですしね、それから加藤官房長官、大いに責任があると思います。そして西村経済担当大臣、恥ずかしくないのかと思ってしまいますよね。それこそね、恥を知りなさいと三原淳子さんに言ってもらいたいと思いますけど、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは失礼します。昼の外出も控えてください。昼の外出も控えてください。昼の外出も控えてください。